はい、膝の外側が痛い。はい、しゃがんでください。まあ、もう全然治療後にはもう治ってしまって、しゃがむときにこう左の方が落ちてたんです。それもだから骨盤、それでも落ちたら骨盤矯正しようと思ってたんですけど、骨盤矯正の必要なしということで、はい、今度座ってください。で、まだこれが残ってますね。で、いつも左の膝に来る原因というのはこの後頭骨の可動性がないと。で、SA で見るとこっちは曲がりにくくて、こっちは曲がる。頸椎もちょっと右は曲がりやすいけど左が曲がりにくい。で、左の方の筋肉が伸びて左の膝にいつも負担がかかるという。在れの PI と。で、右が高くて左が低いというね。そのままこれで直るかな。クッ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 ク、よっしゃ。はい、左右均等になったの見えますかね、頭の高さ。はい、これで風邪はどうか。おお、めちゃ良くなった。だから首からも膝に影響を与えるという。はい、よろしいです。ありがとうございます。